ございます。ございます。グループリーグ終了しました。今日の試合、勝利しましたが、リーグ戦、通しての振り返りお願いします。1戦目と2戦目は、勝ちがなくて少し嬉しかったんですが、3試合目では自分たちのやり方を1試合目も2試合目も変えずにぶらさずに、プレーができたから勝てたと思ってとても嬉しく思います。ありがとうございます。ノックアウトステージは抽選結果だったり、勝ち点の、今試合やってる結果によるとは思いますが、意気込みの方お願いします。どんなチームが、と戦えるかは分かりませんが、自分たちのやり方を、ぶらさないことが一番だと思うので、そこを、軸に、どのチームだとしても勝てるように頑張りたいと思います。はい、お疲れ様でした。